女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。どうして兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、はい、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。まとめて相手して。俺の敵じゃない。使命そこのクソワキに傷一つつけないようにする。このおとなしくしての命の限り。了解です、兵長。照明。この班の任務は俺の監視者。悪い悪い。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。奴が接近してきます。まとめて。エレンを失ったら終わりだ。試合以上近づかれるな。助かった
だ。助けられたかもしれないのに。すみません、後方に回って巨人を止めます。援護感謝します。後ろは任せてください。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今じゃまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。する理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。やだ、押されてるじゃない。力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、まさか私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。兵長、俺にはわかる。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。だから選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。遅い。さっさと決めろ。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。ヘッド、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。
女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。